目覚めかい、坊や。おい、ほどけよ。なあに、難しいことじゃない。混ぜそばのレシピを教えてくれればすぐにでも解放してやるよ。言うわけねえだろ。こんなことされてやなおさら教えるつもりなんかねえよ。威勢がいい坊やだよ。お前のその威勢がいつまで続くか楽しみだけどな。これをどう使うかお前に分かるか。これで熱々の茹で麺機のお湯をお前にちょっとばかしかけてやろうと思ったな。風呂も入りたいだろう。丸一日入ってないしな。助かるぜ。ちょうど風呂にでも入りたいなと思ったところだ。しっかりきれいに頼むぜ。これじゃまだ掛け湯をしたぐらいのレベルだぜ。じゃあいい機会だ。ゆっくり風呂にでも入ってもらおうか。こんなもんかよ。これじゃまだガキの頃に行った銭湯でじいちゃんが入ってるお湯に飛び込んだ時に入ったお湯の方がまだ全然熱いぐらいだったぜ。時間はまだたっぷりある。隅々まで綺麗になってもらおうかな。ありがとうよ。ちょうど頭が痒かったんだよ。助かるぜ。
れはアルバイトのユージ。なんでここに。そういえばさっきあいつスマホを店に忘れたんで一旦取りに戻りますっていう連絡があったな。スマホがないと YouTube が見れないから取りに帰りますと。ユージ、無茶はするんじゃねえぞ。見たところこいつはレシピを盗むプロだ。いくらお前がバイトリーダーとはいえ立ち向かうのは危険すぎる。おとなしくしてろよ。俺だけが犠牲になればそれでいいんだ。何か様子がおかしいな。どうしたんだ、さっきまでの軽口は。店長をすぐ解放するんだ。